どうもこんにちは。どうもこんにちは。昆虫大好き芸人堀川ランプです。お世話になってます。雄大です。お願いします。さあ、始まりましたけど、今回もですね、はい、ちょっと僕が昆虫採集に知り合いの芸人さんと行った時の動画を見てもらう回ですね。はい。はい。で、今回はですね、一緒に行ったのが、はい、ソニーのアザラシさんという、アザラシさん、はい、はい。僕と大体同じぐらいの芸歴の方で、はい。この人から、ちょっとこのチャンネルにしたら珍しく、はい、まず動画、ちょっと出してほしいっていう。本当に？はい。いや、そこも珍しくて。そうだよね。毎回無理やり腕引っ張ってきてる、うん、そう。のもあるし、まずこのアザラシさんが、昆虫嫌いなんですよ。はい、ええどういうこと？昆虫嫌いを克服したすぎて、ほうん。はい。というのは昆虫が嫌いすぎて、うん、あることをやってしまったらしいんですよ。あること、はい、はいはいはい。これも後の動画で見ますけど。ああ、どこでね。はい。それがちょっと苦痛すぎて、昆虫嫌いをアダ名字でも直したいから、うん、僕のところに声がかかるっていう。いや、まあ、その、理論とか、その、経緯はわかるんですけど、うん、頼るってマジで最終手段じゃないの。いや、だと思いますけど、今回。そうっすよね。本当に、本当に荒領事なんで、なんでそういう、ね、苦手な人が、昆虫嫌いを克服できるかっていう過程をちょっと見てもらおうかなっていう。なるほど、はい。もしね、このチャンネル見てる方ね、昆虫苦手だよっていう方もね、見てないか。言ったはいいものの。見てないですね。はい、まあ、周りにいたら、こういう過程を踏んだら、周りの人も昆虫好きに、引き込めるよっていう。そうですね。うん。いいことだ。やつかもしれないんで、ちょっと参考にしてみてください。はい。それでは動画の方を見ていきましょうか。見ていきましょう。どうもこんにちは。昆虫大好き芸人、堀川ランプです。お願いします。さあ、今日はですね、森の中での撮影ということなんですけど、今日はスペシャルゲストに来ていただいてます。あの方です。どうぞ。どうも、こんにちは。人間2のアザラシです。お願いします。こんにちは。アザラシさんですよ。ようやく来ていただきました。ようやくなんすか、僕は。はいはいはい。あなたみたいな人に来てほしかったんですよ。はい。ところで、アザラシさん、昆虫はお好きなんですか？大嫌いです。あ、こういう人をね、探してたんですよ。怖いなよ。やりましたよ、もう。このチャンネル出ると、はい、みんな平気になっちゃうんで。本当ですか？はいはいはい。昆虫、あの気持ち悪いのが。はいはい。うわぁ。いや、だから、なかなかいない人材だったんで助かりますよ、はい、本当に。いや、いや僕昆虫が嫌すぎて、はい、引っ越しもしてますから。あ、そのレベルで。アパートにちょっとゴキブリがめちゃくちゃ出るようになっちゃって、はい、それが嫌すぎて新築のマンションの最上階を探したら横浜の奥までになって住むことになっちゃったぐらいですから。やばいですね、はい、だってソニーに所属なんですよ。あ、そうですね、はい。劇場からめちゃくちゃ遠いじゃないですか。遠いっす。いや、よくやりましたね。まあ、そこまで苦手ということでね。そうです、はい、めちゃくちゃ苦手で、本当に。だから今回は実はアザラシさんから の打診というか、昆虫嫌いを克服したいっていうことでのあれなんで、はい、果たしてアザラシさんはどのぐらい昆虫が平気になるのかということで、お楽しみいただければと思います。もういますね、もう嫌がってらっしゃる。いや、やっていきますよ、はい。それでは、今日も楽しくやりますんでお付き合いお願いします。お願いします。はい、というわけでね、もう俺なわけより全然じゃん。まあ、裏情報ですけど、はい、ちょっと駅からこのロケ地まで歩くんですけど、はい、この途中でちょっと蚊柱があったりとか、うん、虫がピュッと横切ったりするのでもほらってなってたんで、めちゃめちゃ嫌なんだね。だって横浜の奥の奥まで新築アパートの最上階まで逃げちゃうんですよ。いや、すごいな。解決する？これ。だからなんとかね、これを救ってあげたいと。あ、確かに。私動きましたよ。堀川動きますよ。堀川動きます。よくないな、ずっと。ちなみにアザラシさん、どんぐらい虫ダメですか？平気な虫とかそもそもいます？蝶々っすかね。ああ、はいはい。もう色によったら無理かもしれないです。ああ、なるほど、はい。蝶々がまあギリ許せるぐらいで他全部ダメだと。いや、そうですね。蝶々も危ねえですけどね。はいはい、ものによって。ものによって。じゃあこれとか大丈夫ですか？テントウムシの幼虫です。いや、きちいっすね。これ触れるんすか？これ全然触って大丈夫ですよ。え、ちょっと待って、マジ？え、これ触る感じですか今？いや、大丈夫です。あ、
もうそのレベルですね。いやちょっと待ってよ。はいはいはい。あでもこんぐらいだっていうのが分かったんで、あいいですねこれは。えランプさん、え触れるんですか。あ僕は全然。そうですね、これはちょっとさなぎになりそうなんで、はい、あの死んじゃったらかわいそうなんでやめときますけど。理由がすごい、この近くになんかいそうですね。例えばこれっすね。何持ってんすか。例えばほら、え、なんすか。こういう風に触れますよ、幼虫。な、何の幼虫。あ、テントウムシの幼虫です。テントウムシの幼虫。はいはい。いやいやいや。いや、ゴキブリっすやん、ちっちゃい。いや、どこが。いやいやいや。どこいます今。今あの僕の腕時計にいます。え、時計入っちゃいますってそれ。取った方がいいっすよ。大丈夫っすよ。え、昆虫界隈の人すごいな。え、これテントムシなるんすかこれ。なりますよ、なんだかんだで。8でこれ。いやいや、じゃあちょっと、はい、ずいずい行ってみましょうか、このまま。あー、行きますか、はい、結構重症。見てくださいよ、なんかテントウムシ親です。しか出ないな。あー、でも黒いの多くないですか、なんか。あ、でもこういう種類です、ナミテントウっていう。ナミテントウ、はい。あ、ちょっと待ってください、こっちいいのいるじゃないですか。なに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 、もう、え、ちょ、な、何触りました。あ、いいいい、これはいい。コワオハナムグリですね。え、な、なんすか。コガネムシの仲間のコワオハナムグリですよ、はい、それなんで動かないですか。あ、もう死んだふりです。うわ、よくも触る。一回じゃあ手に乗っけてみます。ちょ、マジで。マジっすか。あ、嬉しそうですね。いきなり嬉しいんですか。いや、嬉しくないです、全然。はいはい。あ、来た、おお。急に飛ぶ。花むぐりってよく飛ぶんですけど、絶対嫌だ、もうここら辺花が多いんで。ちょっとエリア移動してね。もうちらほら飛んでるの見えますね。見える、見える。あ、え、ちょっと、え、ちょ、チョウチョっすか、花。チョウチョもいます。チョウチョも多い、チョウチョも多いです。え、これなんか気をつけることとかあります。あ、ないです、全く。いや、あるだろ、あるだ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、あるだ、絶対あるよ。俺もうそういうの一番嫌だもん、怖い時に頼りにしてるのにないって言われる。もう絶対だって気をつけることないんだもん、本当に。いや、あるじゃん、なんかこう来た時はこうしてくださいとかさ、うん、こっち多いんで気をつけてねとか。いや、例えばよ、刺す虫がいるんならわかるじゃないですか。まあまあ、ね、向こうから寄ってくるタイプ、ね、まあまあまあ、はい。でもアザラシさんは虫が嫌いなわけだから、うん、自分からこう掴みに行って刺されるとか心配しないでいいわけですよ。そういうことね、はい。だからないですよ。いや、急にちょっとちゃんとした理論やめてよ。そうだろ、まさか自己自身の意思で来られてるんですよね。そうそうそう。でもあの当日言われたのが、うん、はい、あのギリギリまで飛ぼうか迷ってます。それなのにこんなチャンネル来ていただいてもありがとうございます。ありがたいですよね。見ましょう。確かに今日暑いですけど。いやいや、その汗ではないですよ。あ、じゃあ僕なんか撮りましょうか一回。あ、そうっすね。はい。行ってますよ。え、そんなすぐ？え、早い。すごいな、これ、いつ見ても。はい、撮れました。え、どうしたの？すげえ。ほらほらほら。あんな動きするんすか？はい。いや、めちゃくちゃ、なんかモンハンみたいでしたよ。そうなんですよ、昆虫は速さがありますね。すごっ。これは？え、これですか？ナミアゲハですね。ナミアゲハ。アゲハチョウです。アゲハチョウ。こうやった方が模様が。アゲハチョウだったら。時期が遅いんで羽すれちゃってますけど。ほう、はい。鱗粉が取れたりね、ここがかけたりしてますけど。へえ。はいはいはい。さあ、アゲハチョウ。どうですか。いや、触れるんですか。そっか、持つとした、え。そっか、これだとちょっときついですよね。めっちゃわかる。持つってどこ持つの。そう、これで観察しやすいんじゃないですか。一回チャック付きの袋に入れて。あー、なるほど。はいはいはい。あ、もうこれだったら、うん、まだ。うわ、でもグロいな。さ、これでちょっと見てみてくださいよ。確かに
逃げ出したり急に暴れたりしないっていうのは、あでもこれだったら、はいはい、うん、しかも蝶々だし、はい、まだ平気ですか。まだいける感じですね。なるほどなるほど。うわでもうわって感じですか。いやめっちゃ分かりますね。はいはい、そうなんですよ。これがね、あのみかんとかの木につくんで、はい、お庭に、みかんとか柚子の木があるお家だったら全然見れると思います。都内でもいっぱいいますよねこれね。これはねたまに、はい、お、じゃあどんどん行きますか。あ、うわ動いてる動いてる。はい、入りました。え、なんすか。ヤマトシジミですね。ヤマトシジミ、ヤマトシジミ、超だよね。ちっちゃい、はい、ちょっと可愛いですね。はい、ちょっと待ってくださいね。これは何の、これも蝶々の仲間で。あ、蝶々。はい、さささ見えますかね。青い羽が特徴なんですよ、ね、本当だ本当だ。これ毒とか持ってる虫もいるんですか。あ、いますね、日常生活において、はい、けど蝶の仲間は基本的にガも大体が安全ですし。あ、そうなんですか、はい、ガってなんかね危ないイメージあったんですけど、最終ってこうやってやるんですね。はい、はい、これでどうでしょう。こういう風に青い蝶となるんです。あ、ほんすごい。さ、アドライさんこれはどうですかね。あ、でもこれは、はい、これは大丈夫です。ちっちゃいし、あ、でも色とかがね、はい、はい、かわいいですもんね。これはかわいらしい。なるほど、はいはいはい。見ると慣れてくるというか。そうですね、はい、慣れてきたし、なんかポケモンのバタフリーみたいな。はいはいはい。これはまだ、はいはい、だから症状が和らいでますね。結局ね、得体の知れないものが怖いですから。いや、そうですね、はい、種類が分かるとね、ちょっと恐怖心も和らぐんじゃないですか。大きさがまじちょうどいいです、うん、これはなんとかいけそうです、はい、かわいい。あ、いましたね。早い、早くないですか。はいはいはい。これましたね。これさっきのコアオハナムグリです。コアオ、あ、え、花むぐりですね。花むぐり、はい、他にも、あ、すごい。え、なんすか。ちょっと先こっち取りますよ。あ、どうしよう。もう一匹、同じやつ、別のやつ。足長小金ですね。足長小金、はい、なんか聞いたことあるな。後ろ足が長いんですね。あ、本当だ。おもろ、え、何それ。こっちがコアオハナムグリ、痛い。後ろ足が長い。あ、本当だ。そうなんです。こっちが後ろ足だけめっちゃ発達してるみたいな。ね、なんかカエルみたいだね。ああ、確かに。これならでもまだまだ、まあ虫感がないから。かな。まだ、うん。なんか足の方に目いくから、なんていうの、グロさがまだ。まあ確かに。いやでもお腹見たら違うのかな。コアオハナムグリですね。うわ。花に潜り込むっていう習性があるんで、そこから花のぐり。これも大人。大人です。そうでした。そうなんですよ。昆虫って成虫になったらもう大きくならないんで。はい、はいはい、はい。これがコアを花のぐり。これで、こっちが足長小金ですね。さあ、というわけで、せっかくなら出してみます？コアを花のぐりの方をちょっと持っていただいて。手の上出してみましょうか。いや、アザラさん無理しないでいいんですよ。いやいや、いきなりもう体勢ついたんじゃないですか。え、これなんか噛んだりしないんですか。噛んだりしないです。匂いとかはもうないです。無害です。本当に無害ですか。ダンゴムシとか、うん、あ、そのレベルです。本当に、うわぁ、マジか。バンジー飛ぶ前の。これなんか触り方あります。あ、もう手の上にポンと出していただければ。これ見てる人は昆虫好きの方たちでしょう。まあ大体は。そんな人たちからしたら何やってんだよでしょうね。私もいいですよ。これ昆虫好きの方って生まれた時からもそうなんですか。もういますし、はい、ぶっちゃけ言うと、はい、お子さんが生まれたとかで
子供が昆虫好きだから、はい、あの調べていくうちにハマったとか、あ、なるほど、苦手克服したみたいな人もいますね。あ、じゃあ克服は全然可能というか、はい、わあ、名前つけましょうか一回。そうですね、ちょっと一回愛着持たせないと。はい、小金、コアオハナムグリですね。ハナちゃんにします。じゃあ、はい、ハナちゃん、かわいい、ハナちゃん、あー、やだ、本当にやだこれ。指で触ってみますか。じゃあ中に指入れて、あ、危ない、喜んでますね。ちょっと待って、なんでよ、 指こうやって入れてみます。うわ、マジか、すごい。うわ、ちょっと無理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 。え、ちょ、ランプさんの 手越しにもらうっていうのはできます？あー、こう僕がキャッチして、こう、なんかこう無機質なものから自分に行くのはちょっと嫌。あー、はいはいはい、わかりました。じゃあ一回僕の方に、じゃあ行きますよ。じゃあ、え、ちょっと待って、え、そんな急に行きます？はい、じゃあ3、2、1で行きますか。あー、なるほど、すみません、無害なんですよね。無害です、本当に。袋からポロだとね。行きますよ、うん、え、ちょっと、怖い怖い、行きますよ、3、2、1。あ、あ、ハナムグリってすぐ飛ぶんですよ。ごめんなさい。いや、いいっすよ。ハナちゃん飛んじゃった。あ、でも触れましたね、やっと。いや、でもちょっと名前つけるのいいかもしれないっす。あ、でもその作戦いきましょう。でちょっとなんか可愛かったしな。はいはい、愛嬌があるやつよね。ハナムグリ、はい、ハナムグリいけそうっすね。はい、あ、よかったっす。まず昆虫全無理からあの1種類 OK になりました、ね、そうっすね、ポイントだな。いや、0から1はでかいから、うん、いや、どうなるの？いつの間に？え、なんか、え、何？え、なんすか？何？これが、おいしょ、音出してるじゃん。え、なんすかこれ。え、ちょちょ、うわ、怖っ。何？なんすかこれ。鼻アブです。鼻アブ？はい、蜂に見えるんですけど、はい、蜂に体を似せることによって身を守ってるアブです。はい。前回もね。うわ、気持ち悪い。なんでミツバチみたいな。ちょっと嫌。はいはい。うわ、今すごいなんかもう気持ち悪い。もう体の底から出た感じがする。純度が高い気持ち悪いでしたね。すごい、もう。なんかもう素材のまま出てきた。もう包み隠さずね、一切調理してない気持ち悪い。もう一回聞きますか。そっから聞きたい。うわ、気持ち悪い。なんでミツバチみたい。蜂じゃかと思いましたね。蜂じゃないんですよこれ、なんで全然触っても刺されないし、ともっと言うとね、おいしょ、羽がね、普通昆虫4枚なんですけど、はい、2枚なんですよ。1枚でこっち2枚目、はい、これがハエとか蚊の特徴ですね。ハエ、蚊、アブの特徴。うーん、羽が2枚しかない。え、てか他の昆虫は2枚じゃないんですね。そうですね、4枚なんですよ。知らなかった。さあさあさあ、ちょっと場所変えてみます。変えましょうか、はい、お花の昆虫だけじゃなくて。あー、草原エリアはこれで終了ですけど。草原エリア、はい、いや、もうちょっと汗かくじゃないけど、すげえ肩に力入ったわ。もういや、でも最後の方ちょっとだけ表情和らいでね。確かに、はい、最初の一番最初の挨拶のとこはもうなんか取って食われるんじゃないかみたいな。本当にそうですね、もうなんでしょう、怒られた後みたいな。確かにこれからどうなるのって感じだったけど、顔でしたけど、でもあれですね、俺も苦手なんですけど、はいはい、全然にもっと苦手な人いるんだね、うん、もう触るのは、いやでもまあちょ、うーん、いやでも蝶々触れるかな。蝶々はね、意外と嫌いな人多いからね、手に粉つくから。問題は触った時より持った後なの、うん、もうこれどうしたらいいのってなるから、はいはい、話したら来るかもしれないし、ね、来るかもしれないし、うん、いやめっちゃ気持ち分かりました、ザラシさん。この後どうなるのか、いよいよ森エリア編。これ解決しますかね、本当に。見ていきましょうか。見ていきますよ。
さあさあさあ、こういうクヌギコナラ系の木ですね、これは。あ、クヌギは結構ありますね、はい。こういうのの下見るとわかりますかね、樹液が染み出してるんですよね。わかりますかね、樹液というかちょっと濡れてる箇所あるじゃないですか、変に。あ、なんか湿ってますね、はい。こういうとこがね、虫が来やすいんですけど、まだちょっと時期早いかなって感じですかね。5月なんでね。ああ、なるほど。まだ時期ちょっと待ってくださいよ。ええ、これこれ、たまにこういう人いるんですよ。カブトムシとかクワガタ取るときって、はい、罠仕掛けるじゃないですか、バナナとかで。ああ、はい、はい。それをこうやってね、置き去りにしてく人がいるんですけど。あ、置いてっちゃう。まあ、絶対やめてください、皆さん。あ、そうだよね。あ、これそうなんですか。はい、マナー違反なんで。ポイ捨てと同じなんで、ね。ちょっと待って、忘れてた。堀川、こういうとこ、ちゃんとした部分あるんだよな。うん、そうだ。そうでした。何ちゃんとした部分もあるんだよなって。いや、なんか、なんていうんですか、その、おかしいじゃん、堀川。様子がおかしい、自分で言うと、うん、人間としての理性もめちゃくちゃちゃんとあるんだよ。そう、だからいいよね。ありがたいよ。理性はあるけど、うん、それを超える好奇心とか怖いもの見たさが潰しちゃうのよね、理性を。そうね、常に。確かに残すのは俺でも分かったもん、多分これ良くないんだろうなと思って、うん、そうそうそう、急にちゃんと毛虫だぞみたいな。急にちゃんとしたな、そういうの。ダメですからね。え、ここに毛虫いますね。え、これは僕も触っちゃいけないやつなんで。あ、そうなんですか、これ。はい、あえて触ります。いや、え、あえて触りますじゃないのよ。ダメだよ。ダメなんでしょ。ダメだよ。なんでだよ。止めなかったらどうすんの、アザラシさんは。どうしてたんだよ。触ってたのかな。絶対触るじゃん、うん。その後、具合悪くならないと困るのよ。やめましょう。ダメですよ。ダメです。ダメ。クブさん、やめときましょう。え、これ触ったらどうなるんですか？もう、かぶれますね。あ、手が。はい。じゃあ、まあ、触らない方がいいんですね、こういうのは。そうですね、これはあんま触らない方がいいです。これ、なんていう毛虫なんですか？なんでしょう。枯葉がとかの毛虫だと思います。ここら辺とか、あ、すごい染みてる。はい、アリとかはいるんですけどね。クワガタとかもいるんですか今。今年は結構時期が早いんで、もう出てるって言われてるんですけど、まだまだやっぱ早いやつだけですかね。うーん、松の木です。松の木なんであんまりいないです。あ、松の木。はい。あ、そんな感じなんですね。はい、松の木にはそんなにいないですけど、タマムシとかがいるんで。わかりますか、ね、松の枯れ木なんですね、はい。こういう木に穴が開いてる場所があるんですよ。あー、本当だ。あ、ポンポンと結構開いてますね、はい。この枝が枯れてるんで、はい、こっから虫が出た後ですね、タマムシとか。へー、この虫の幼虫がここら辺の中の木を食べて、この穴が、はい、この穴から出てくる。へー、いろいろ。タマムシはこの地域いるっていうのが分かりますね。なるほど、うん、そういうのも分かるんだ、うん。この時間何ですか、マジで。何この、なんかあるのかと思ったら何もない時間。何これはカットし忘れる。急にびっくりした。俺なんか出てくるのかと、こうなんですよ。何もないから、何もない時もね、それありますよね、最初してるんですけど。あ、違いましたね。そうです。でもこういう時間の方が多いですからね、うん、だって一緒に行った時もね、そうそう、見つかんない時間の方が長いんだから。ちょっとですね、この葉っぱの裏側にいいのいますよ。うわ、何これ。スナグロオオヨコバイです。
すごい名前。広い方がですか。はい、これですね。へ、はい、なんだ、初めて見た。これがですね、セミの仲間なんですよ。セミ。え、そうなの。これで、へえ、はい、これが大人の。大人です。あ、大人なの。バナナ虫とかって呼ばれたりもするんですけど。これを、この虫はなんかスタイリッシュですね。あ、もう一個の方が普通にハムシですね。ハムシ。はい、ハムシってな、文字通り葉っぱにつく虫の仲間です。いろいろ種類がいるんでね、あれなんですけど。こいつは危ない。あ、全然。あ、こういうのもいるんですよね。へぇ、はいはいはい。ちょっと、森怖いなぁ。森怖いっすか。森怖い。もうちょっとなんか体痒くなった瞬間、虫入ったんじゃないかと思っちゃいますもんね。なるほど。さっきのなんかスタイリッシュな虫はちょっと。はいはい。まだ許せるというか。許せますね、なんか。家にいたとしても、なんか、おしゃれです。スタイリッシュだから。そんなことあります。そんな抜け道あったんですか、昆虫が大丈夫な。家にいてもいい、スタイリッシュな。スタイリッシュだ。そんなことあるか。でも、フォルムが確かにだいぶ、うん、その嫌悪感みたいなのは軽減されますよね。うん、そうね、黄色に青の点々とかね。虫感強いのはね、やっぱね、うん、虫なんですよ。普通のこと言ったら、虫感強いのは虫なんですよ。虫感ないのはなんかまだ、うん、この動画見てるので虫に言われたもん、私とアザラシさんだけ。アザラシさんもこの多分自分の出た動画しか見ないけど、わかんないけど。いや、わかる。いや、苦手なんだよな。なるほど。 ああいうのもいるんですね。はいはいはい。じゃあ次行きましょうか。はい。なんかあれ、え、めちゃくあれなんすか、めちゃくちゃいますよ。え、新しさんが見つけてるじゃん。上ハエっすかこれは。え、何。あ、すごい。何日本ミツバチですよ。あ、ハチ。はい、ハチ。はい、木にいるんだ。ああ、あそこに穴があって、はい、そこで巣を作ってるんですよ。よく見つけましたねこれ。え、危ないよね。蜂大丈夫ですかこれは。あ、もうミツバチはもうこっちから触らない限り大丈夫です。あ、ね、春なんで、はい、あのいっぱい花の蜜を取ってきて、あの中の仲間に渡してまた出てくっていう外回りの人たちですね。結構忙しそうだもんな。で、中にその女王様が、はい、と幼虫たちがいて、若手は中なんですよ。若手そうなんですよ、あの、はい、生まれてというか成虫になってすぐのやつは、はい、中で子育てとかの仕事をやって、年取ると外に回されるんですよ。あ、そうなんですね。はい、日本と逆ですね。そうなんですよ、外の方が危ないんで、あの死ぬリスクが高いんで、はいはいはい、追い先短いやつに一番危険な仕事をさせるっていう。マジで日本と逆だ。そうなんですね。なんか遠くで見てる分は、うん、はいはい、かわいいというか。そうですね、頑張ってますね。はい、うん、多分こんだけ高いとこにいれば、はい、人の迷惑にもならないんで駆除はされないでしょう。よかったよかった。ああ、そう、自然が守られてる。はい、こう見るとかわいいんじゃないですか。蜂も見てる分はかわいいっすよね。はい、ちょこまか動いて、うん、飽きないですね。はい、なんかちょっと慣れてきましたね。ああ、よかったよかった。いや、でもよく見つけてくれましたね、これ。なかなかいないんですか、こういうのは。そうですね、都内だとどうしても、数が少ないですね。は、山の方にいないといない種類なんで。駆除とかも、ね、そうなんですよ。あの、日本の、もともと住んでるミツバチなんですよ、これが。ああ、そう、日本産だ。はい。普通にあの蜂蜜とかで養蜂されてるじゃないですか、はい、巣箱で、はい、あれは西洋蜜蜂っていう外国に、外国から大正時代に入ってきたやつを。知らなかった。そっちの方が飼いやすいんですよね。もともといる蜜蜂はこれなんですよね。スズメバチに唯一勝てる蜂です。え、はい、スズメバチって相当やばいやつでしょ、はい、そうです、スズメバチにも勝てます、日本蜜蜂は。え、あんなちっちゃいのに体、はい、ね、これがね、どうやって対戦するんですか。はい、これがですね、また不思議なんですけど、
あの一匹同士だと勝てないんで、まあ、巣にあの要は幼虫とか蜜を狙ってきたスズメバチをみんなであの抱きついて体震わせて熱を出すんですよ。はい、それでスズメバチをあの熱射病で殺すっていう、はい、数で戦うタイプだ。そう、数で戦うし、かつ熱で殺すっていう、ただこれはミツバチにとっても危険で、どうしても何匹かは死んじゃうらしいんですけど、内側にいるやつ、それでも巣は守られるっていう。はあ、なんか組織的で戦うの、なんか日本人らしいですね。かっこいいですよね、まさに。なんかこういうエピソード聞くと、なんか嫌悪感はちょっと薄れますよね。よかったですよ。やっぱ知らないものだから嫌なんだろうな。うん、あ、これはすごいですね。猿の腰掛けっていうキノコです。猿の腰掛け、はい、ちょっと誰かが取っちゃったやつもありますけど、あ、すごい、なんかキノコなんですか。え、はい、めっちゃ硬い、硬いんですよ。何これ、買った猿が座れるぐらい硬いんで、猿の腰掛け触ってみてください。あ、え、木みたい。そうなんですよ、すごい。これ食べれるんですか。一応漢方とかにはなるらしいですけど、こういうのを狙ってくる虫がいるんで、ちょっと下見てみますか。こういうのね、根元を食べに来る虫もいるんで、ちょっと今日はいないみたいですけど、探してみるのもいいかと思います。いた？なんか止めた？はいはいはい、何すか。なんか動いてんな。馬のオバチの仲間です、ね、馬のオバチ、はい、寄生バチの仲間です。寄生バチとは、はい、寄生バチっていうのは、はい、他の虫の幼虫とか、はい、というか他の虫に、卵を産みつけて、その中で幼虫が、卵からかえった幼虫がその虫を内側から食べて成長するっていう。いや、うろ。これは危なくはないですかね。そうですね、そんなに。ああ。やってることすごいから。で、ほら、産卵管なんですよ、これが。産卵管。長い。要するに、あの普通の蜂でいう針ですね。へえ。これが長いんで。これを相手に突き刺すんです。はい。要はこの種類は、はい、木の中にいる芋虫を狙うんですね、はいはい、カミキリムシとかの幼虫を狙うんで、木の中にいる、幼虫に寄生できるようにこういう長い針を持ってるんですよ。お、はい、なんでこれがですね、見た目虫だ、ってことは虫なんですね、はい、見た目虫だわ。そうなの。いや、見た目、いや、虫の中でも虫でしょこれは。何それ、すごいよ。なんかこれ映像だからまだいいけど、すごいな、うん、ちなみになんですけど、はい、蜂って全部メスしか刺さないんですね。え、そうなんですか。そうなんですよ。知らなかった。これなんでかっていうと、まあ、これもそうなんですけど、はい、あの元々針って相手を攻撃するもんじゃなくて、はい、産卵管なんですよ。お、何かに卵を産みつけるための管、突き刺してね、はい、それがいつしか、毒を持つようになって、で、今に至るんで、針を持ってるってことはこれメスだっていうことは分かるんです。これはもう今でもミツバチとかも刺すのは全部メスなんで、逆にオスはほぼ生まれないですけど、生まれても刺さないです。全蜂そうです。はい、オスが刺してるもんだと勝手にイメージでね、はい、そうですよね、はい、勇ましいというか、はいはいはい、メスなんだ。そうなんです。オスが刺す種類はいないです。これこれこれ、わあ、いいの見つけましたね。あ、なんか白い丸、え、この白いやつですよね。はい、なにこれ、なんすかこれ。これもね、寄生バチの仲間なんですよ。生物、はい、さっきみたいに、はい、他の虫に卵を産む種類の蜂の仲間で、はい、眉なんですよね。ああ、だからこうやって
はい、宿主の体の中で十分育って外に出てくるわけじゃないですか。うん、はい、その時繭を作るんですけど、はい、こういうふうにぶら下がるタイプの繭を作るやつがいるんですよ。寄生鉢の繭ですよ、これも。これなかなかね、僕ずっと探してたんですけど、はい、見つけられなかったんで。あ、珍しいんだ、はい、よく見つけていただきました、ありがとうございます。ちっちゃくて見つかんないからな。たまにこういう芸人同士で昆虫採集とかってあるんですけど、はい、いい虫見つけられる時って、はい、その一緒に来た人がなんていうか芸人として持ってる時が多いんですよね。お2年後、結構テレビとかライブシーンでブイブイ言わせたりするんで、はい、2年後、はい、2年以内ですね。あ、2年以内、はい、他の芸人も来てちょっと占ってみた方がいいんじゃないですかね。あ、もう絶対その方がいいです ね。眉はこれなかなか珍しい。そうですね、珍しいですし、あとそうですね、素材としても受けがいいんですよね。特徴的なものってやっぱり、はい、なんでしょう、たまに夏になると昆虫イベントとかやらせてもらうんですけど、はい、特徴的な見た目のものってやっぱり子供に食いつきがいいじゃないですか。確かに。で、なかなか近場で見れるもんじゃないと大人も食いつきがいいんで、みんな楽しめるっていう、そういう素材としての良さもありますね。めちゃくちゃ仕事おしゃれなのがいいんじゃないですか。そう、意外とね、昆虫っておしゃれなんですよ、みんな。汚ねえやつらが幅利かせてるだけで。なんかね、はい、こんなおしゃれ。ちょっとすいません、あれですね、電子書籍の時の堀川が出てますグッっていう、こう肩で力入れるともグッって時の堀川出てましたね。語気が荒くなっちゃってる時だね。尖った部分ね、うん、語気だとちょっとね、あ、出た、どっちかなと思って、虫ジョークかなと思って、ダブルミーニング、うまいこと言いましてね。俺が変なこと言ったな言いましょう。いや、やっぱ暑いんでね、蚊にも刺されますよ、こう。そんな諦めるの？払わないんですか？あ、僕あれなんですよ、蚊に刺されても痒くならなくて。なんで？はい、あ、そういう体質ですか？そうです。え、そういう人いるんだ、体質で。そうなんですよ、たまにそういう人がいるというか、多分昆虫採集してる人って、はい、こういう藪の中どんどん行くじゃないですか、はい、そうすると、まあ、ひと夏で1001匹単位で蚊に刺されることになるわけじゃないですか、ね、まあそうですね、虫除けスプレーをつけるわけにもいかないんで。そう、そうか、そうなると、はい、だんだんね、2年3年経つと腫れたいんですよ。なれー、腫れなくなってきて、毎年ね、ちょっとずつ。例えばもう今刺されたとこですけど、ほら、どこ刺されたの、わかりますかね。本当だって、白、まずどこ刺されたのって感じでしょ、はい、理由ちょっとここだけ、はい、ちょっとね、赤いポッチにはなってるけど、本当に腫れないです、はい、そうなんですよ、腫れるんだ。そうなんです、体に免疫がつくというか耐性がつくんで、おすすめですね。おすすめですね、蚊が多いから。おすすめですねってなんすか。アザラシさんの苦笑い見ました、今。すごかった、もうびっくりした。蚊に刺されて痒くなりたくないんだったら、今年の夏いっぱい蚊に刺されておけば、来年蚊に刺されても痒くならないから、おすすめですねってこと。やばいね、もうマジ今もう一回聞いたけど、マジで意味わかんないもんね。すごかったな、ちょっと見ましょう。夏嫌いな人っているじゃないですか。いますね、はい。なんで昆虫採集してると、もう来年以降大丈夫になるんで、おすすめです。長袖の人にいるんだよ。あ、でもなんかこの森の中の虫たちは本当になんか、はい、いいというか良心的ですよね。良心的ですよね、はい、やっぱ虫のイメージを悪くしてるのってやっぱそのゴキブリとかだと思うんですよ。いや、はいはい、分かりますね。ムカデとか。そうですね、まあゴキブリもね、慣れてしまえばっていうところもありますけど。このアングルからのアザラシさんめっちゃかっこいいんですよね。ありがとうございます、はい、森が味方してくれてるんじゃないですかね、はい、すごい爽やかな感じで生きてますよ。今の何ですか？今の何ですか？何今の、なんかもう関係ないじゃん、もう。なんかね、疲れ切ったのか。かっこよかったから。
ちょっと残しとかないといけないかなと思う。確かに矢田さんかっこいいです、うん、正直かあなんだろうな、カットするにはもったいねえなと思って。ザラシさんもだってもうちょっとなんていうの、言われ慣れてるじゃないけど、うん、返しもだってもうあんまりねそうですっていうのもねいやらしいし、うん、ちょっと言い方で逃がしてくれるって優しいな。ですけど花が咲いてた、ちょっといいですかね花、うん、ああ、ほんとだ。鼻の上に虫がいたんで。さっきのやつじゃない？あれ？あ、違う？これも鼻むぐりですね。鼻むぐり、出た。また種類が違います、これは。とは違う種類。ちっちゃい。大きさがもっと小さい。怖いはい。なんでしょう？蝶々が。ああ、はいはい。あ、飛んでますね。ああ。カメラ映るかな？おう。はい、あれはなんていう、あ、これクロアゲハ系ですね。クロアゲハ、はい、あれはね縄張りを持ってるんで、はい、ここで待ってれば近づいてきます。ほら本当だ、取れそう、はい、喧嘩してますね。やってみます一回。あ、捕まえるの、はい、これ縄張りがあるんで、はい、普通の虫だったらしくじったらあれなんですけど、はい、あの絶対戻ってくるんで、一回振ってみましょうか。アザラシさん、はい、どうぞ。ああ飛んでいっちゃった。短かったっすね。残念。そうなんです、また戻ってくるんですよ、縄張りがあるんで。ああ、ちょっと警戒されちゃいましたね。遅いですね、ギリ。そうなんですよ。でちょっと難しそうなんで諦めますか。ラッテさんもやってみますか。あ、いいっすか。じゃあちょっと、あー、むずい。むずです、ね、柵があるんですよ、ね、あ、柵がある。そうなんでちょっと入れるあの範囲がね、ちょっと白がって、またすぐ戻ってくる。挑発してるかのような距離感です。戻ってきます。警戒ちゃった、うん、ほら、ずっと待ってるんですよね、はい、無理だ。あ、待ってました。あ、結局同じところに戻ってくるはずなんです。賢い、さすがだな。一筋縄ではいかないです。何言うのか。何疲れてるんですか。疲れてますよ。じゃあしょうがない。じゃあしょうがないの。3時間とかずっと歩きっぱだから。うわ、大変。そりゃそうだから、30分ぐらいにまとめてるけど、本来は1日作業だから。これさ、ギュってなったら、うん、そりゃね、こんな時間もあるよね、本当にみたいなね。そう、それ時間もある。それもね、伝えたかったの。確かに、いや大事だわ。これだけこんなやってますけど、うん、こういう時間もあるんですよ、うん、見てくださいよ。あれ、黄色いやつ、これなんすか。これテントウムシの卵ですよ。そうなの、はい、うん、こんな黄色いの。そうそうそう、こんな感じなんだ。はい、都内でも木の実とか、はい、見るとこの時期5月上旬ですかね、はい、あのこういうのがいっぱいついてるんで、もしよかったら探してみてください。こんなに都内にもある、はい、思ったよりついてますよこれ。木の枝とかに、はい、木の枝幹。あ、でちょっといいですかね。あ、またいいのいましたよ。何ですか。この、わかりますかね、毛みたいなやつ。ピントがね、なかなか合わない。おー、はい、毛みたいなやつわかりますか。これ、はい、ですね、これですね、クサカゲロウっていう虫の卵です。卵、糸の先に卵を産むんですよ。お尻から糸をつけて。ちょっと気持ち悪いな。糸の先に、ね、よく落ちるんですね。そうなんですよ、ね、ここから生まれて、幼虫が生まれて、火を伝ってって
あの餌となるアブラムシを探すわけですね。はい、昔はこれ縁起物とされてたみたいで、はい、あの吉兆の証というか、はい、あの何かいいことが起こる前兆だって言われてたんですよ昔は。卵だって分かってなくてね。ああ、そうなんだ。そういう、あの花だと思われる。そうですね、アブラムシとかを食べてくれるんで、クサカゲロウの幼虫もテントウムシの幼虫も。アブラムシ、はい、アブラムシっていう、まあ、木の汁を吸うちっちゃい虫がいるんですよ、はい、それを食べてくれるんで、要は害虫からは守られてるんですかね、虫たちによって。セミの抜け殻じゃないですか、あれ。あ、何ですか。はいはい、これセミの。あ、そうです、セミの抜け殻ですね。珍しい。生まれたんですか。いや、さすがに去年のやつですね、これは。え、去年のやつまだくっついてる。はい、すごすごいですね。で、よく見つけましたね、これ。いやー、え、去年のやつこんな綺麗に残ってる。そうなんですよ、すごいな。普通落ちちゃうんですけどね、風とか雨とかに当たって。絶対なんか取られちゃうと思う。なかなかレアなもんですね、この時期は。ああ、そっか。セミが取れる時期また来ます？あれ、セミマジ無理っすね。ああ。いや、わかります。だったら好きになりましょう、これで。セミこそすごいっすよね。セミだって、至るところにいますから、はい、やっぱり。セミが、そうですね、セミのストレスがなくなるだけでもだいぶ。いや、だいぶ夏はいけますよ。はい、でかいと思いますよ。こういう手すり。あ、なるほど。え、なんすか、これ。これはですね、若葉グモですね。あ、雲？雲なんだ。はい、若葉グモのオスです。雲感ないな。あ、なんかかっこいい、こいつ。はい、かっこいいになってます。これ毒とかは？あ、ないですね。はい、秋山とかない。ただめちゃめちゃ綺麗です。綺麗だ、綺麗。翡翠みたいなやつ。うわ、落ちましたね。こういうね、あの葉っぱの上にいるような虫って警戒心が強いんですけど、うん、落ちてすぐ行方をくらますっていう習性があるんで、はい、はいはいはい、面白いと思ったらここにいましたね。かっこいい、こいつ、はい、かっこいいになってきましたよ、だいぶ。マジですか、うん、あ、すごい。あ、めちゃくちゃいいの見つけてくれましたね、これ。すごい、さっき言った、はい、馬のオバチの産卵ですよ。馬のオバチ産卵です。ここがね、これ卵を産んでるんですよ。こうやって分かりますかね。お尻を上げて木の隙間から卵を産んでるんですよ。うーん、よく見るとこの木も穴がいっぱい開いてるじゃないですか。はいはいはい、あの穴から針を刺して中にいる幼虫を寄生してるんですね。え、今も産卵？産卵中です。すごい。そうなんですよ。こういう木の中に住んでる虫って、はい、あの幼虫のうちに脱出するような穴を開けといて、成虫になったらすぐ出れるようにできてるんですよ。その穴を利用してこう針を刺していくんですね。いるって分かってるんだ。すごい、よく見つけてくれましたね。これ、これもなかなか、はい、これ昔図鑑の表紙になってたぐらいの、はい、光景だったんです。これが図鑑の表紙だった時代がある。うわ、これ生で見れてよかったわ。これ中に入ってるね。しっかり表紙なんですね。うん、お尻を上げて。昔の図鑑の表紙だった。これはすごいぞ。いや、持ってますね。いや、よかったっすけど、自分では分かんないっすね、そのレア度が。わあ、ああ、なんでしょうね。僕だけ楽しくなってる。僕の中のテンションで言うと、はいはい、昔めちゃめちゃ見てたアニメの声優さんに会えたぐらいの。いや、めっちゃいいじゃないですか。いや、めちゃくちゃ最高ですよ。レアだな。これはすごいぞ。あ、刺してる、刺してる。教材ビデオにできるぐらいの。そんな価値あるんですね、これ。うん、まあ、もっと虫のこと知っとけば。目の前でやってくれ。あ、行くか、行ってくれ。行け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 。そこそこそこいいよ、そこいいよ、そこほら穴ある、穴、そうそうそう、それそれ違うんかい、おい。 AV の撮影じゃないんだから。なんてこと言うんだよ。いやいや、頑張って見つけて。
ああ。よくない。いやーよ、もう、もう、ビール飲みましょうか。いや、そんな、すごいことだったんですか？そんなすごいことです。え？いやー、500行きましょう、本当に。500の回行きましょうか。めっちゃ飲むじゃないですか。いいですね。ちゃんと発泡酒じゃない。いやそんな大層なことだったんですね。いや分かりたいな、価値観は。なんでしょう、一番分かりやすいで言うと、そうですね、なんだろう、僕からしたらですよ、はい、僕からしたら、はい、あの大山信代に会えたぐらいの、めっちゃテンション上がるじゃないですか。本当そうなんですよ。だからこのテンションでも抑えてるぐらいだと思いません？大山信代に会えてる、言ってください。大山信代さんがいらっしゃったってことですか？そうなんですよ。すごいな、じゃあ 3匹の大山信代に。すごっ、昔話みたいに言うなよ。3匹の大山信代。水田わさびさんじゃないんだ。そう、やっぱ世代なのは、世代の見てた世代がやっぱり、僕は小学生とかの時の図鑑の表紙だったから、はい、なるほど、そういうことか。そうだから、あの大山信代さんはもうそこだよね、小学生。うん、そう、なんか分かった。わさびさんはあの僕が中学生になったタイミングでだから、ちょっと違うんだよね。確かにそう考え、うん、まあそう言われたら違うわな。昔の図鑑の表紙になってたってこと、はいはい、相当なこと。相当っす。カブトムシとか差し置いてのこれですからね。そうそう、はい、そう、すげえ。当時の図鑑ちょっと変わってたのが、うん、表紙がまあ、あのこの鉢で、うん、裏表紙がセミが羽化する瞬間っていう、だいぶちょっと攻めてたんですよ。攻めてるな。なんか言葉悪いけど、うん、カブトムシとかだったらいいのにね。ね、いや、今思えば絶対そうなんだけど、なんでかわかんないけど当時そうだったんですよ。僕が小学校の時代の本だよ。虫はまあそれだったんだけど、うんうん、鳥シリーズもあって。鳥、うん。そのシリーズももう20年以上前じゃん。うん、言ってしまえば。まあね、うん、当時から表紙ハシビロコウにしてたんです。ハシビロコウって何？あの動かない鳥。知らない。顔でけえ動かねえ鳥。知らないよ、気になるな。今でこそめっちゃ人気なんだけど、20年前にもうやってたっていう。もう目をつけてたんだろう。そう。ハシビロコウって何だ？ハシビロコウはいいから後で調べる。うん、いい鳥だから。でもそれ見れたってことすごいね。すごいっすよ、本当に。嬉しい、ちょっと。全この世代の昆虫好きみんなうへーってなるよ。止まんないっすね。おーってなってます。はい。いや、よかった。いや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 。これはよかった。わかんないけど、よかったって言わせてるじゃん、もう。あの、ないっす。世代の人。あ、もう。あ、もう、完全に来ましたね、こっち側に。危なくない虫だったら全然。はいはい。見つけたいなって。よかったよ。もう最初のおっかなびっくりが嘘のようですよ。だって来る途中も道路に虫がいるだけでヒーってなってましたもんね。なってましたね。これカメムシの幼虫です。え、綺麗、緑色の。見えない。カメムシの幼虫、はい、めっちゃ臭いやつよね。これだとまだ何だかわかんないんですけど、だいぶアリがちょっかいです。カメムシってあれ臭いやつ。臭いやつ。ミツバチですけど、帰ってくる量の方が増えましたね、圧倒的に。ああ、確かに。夕方になって、うん。動きが変わりましたね。暗くなったらあんまり仕事しないんで。はい、うん。めっちゃ日本ですね。そうです。定時で帰る。定時で、それができてないとこが多いらしいですけど。虫でちゃんとできてるのにね。はい。急に安定的な。そうですね。お笑いライブですら早く帰れって言われる時代なのに。さあ、というわけでね、この顔よ、昆虫採集終わりましたけど、全然違う。いかがでしたか、アザラシさん。この、はい、なんていうんですかね、優しい昆虫たちと出会えて、はい、なんか良かったですね。いや、かわいい、みんな。あの、嫌なところがないね。嫌なところがない優しいやつらと出会えて、はいはい、ちょっと昆虫の見方が本当に変わりましたね。ああ、よかったです。マジでよかった、うん、本当に。ちょっとやっぱりがっつり触るまでまだちょっといけないですけども、うん、こう見ただけでうわっとかはちょっと今はない、はい、もう本当最初手に乗っけるのも嫌だったぐらいだったのが、うん、本当に
そうなんですよ、可愛いのもいるんですよ。うん、いましたね。やばいのもいますけど、可愛いのもいるんでね、ちょっとそこが、はい、はい、分かっていただけてマジで嬉しいです。やってよかった本当に今日は、ね、はい、夏のセミと、そうですね、まあ、室内で言うゴキブリ、はい、こいつらだけですね、あとは外のセミ、中のゴキブリ。いいのよ、そのことわざみたいなこっちには捉えてみたいななんかあったけど、はい、でも夏は本当に、カブトムシクワガタ採集やってもいいかもしれない。そうですね、はい、みんなで、はい、カブトムシクワガタはちなみに大丈夫ですか今まで。いや、大丈夫じゃないです。あ、なるほど。今日の感じだと、はい、まあ、いけるんじゃないかっていうのはありますけど、はい、やっぱ苦手意識はあるので。まだまだ。そうですね。でもちょっとずつちょっとずつ、はい、慣れてって普通ぐらいに、うん、なっていただければと思います。はい、はい、というわけで今日の、動画は以上です。この動画面白いと思ったら、はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。めっちゃいいエンディング。めっちゃいい回だったんです。え、こんないい回なの。うん、思ったよりもちゃんと克服してくれてすっごいいい回じゃん。うん、そう、いや本当そう。サラシさん、もうこっち側ですよ。こっち側というか、もう虫大丈夫な人なんだよになってると思うよ結構。それは私はでも拍手できる立場じゃないな、うん、また取り残されちゃって。いやー、はい、いやカブトムシ触るのはきついと思いますけどね、うん、意外とねゴツゴツしてるというか、ね、いやそうだ、いかついんですけどね。このズームにして徐々に引いていくと、はい、多分しばらくゴキブリとカブトムシ分かんないと思うよ。よりでね、こうギュッてよりにしてギューって引いていったら、いや分かんないと思うな、パーツが見えるまでね。うん、いやでも、なんていうか、虫を克服する方法というか、うん、虫嫌い克服する方法のちょっと糸口というかね、確かに名前つけるとかね。ああ、はいはい。ちょっとその虫のことの前情報を知っとくとかね、うん、そういうのもいいんじゃないかっていうのがね、ありました。うん、というわけでね、克服法みたいなのが分かったところでいかがですか、ゆらいさん。いや、めっちゃいい話でしたけど、うん、いや、私は、まあ、触ってないんで、まだ認めてないです。まだ、こっち側って言ったけど、それ堀川がじゃなくて、まだこっち側。ああ、触れてないから。触れてないから、こっち側。なるほど。もう触るのはちょっとマジで。うん。触るまでは、触って、もう慣れたらそっち側です。うん。それまでは全然こっち側なんで、認めてないです。厳しいな。ということで、アザラシさんの成長もお楽しみに、ね。いやー、すげえなー、アザラシさん、マジか。はい、というわけでね、今日の動画は以上です。この動画が面白いと思ったら、はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。あなたがくれた指輪は私を輝かしてくれる。まるで私は背高穴場。